ロバート・ウェイド・キングはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。1928年に開催されたアムステルダムオリンピックに参加してソータ高飛びで金メダルを獲得した。ロバート・キングは当時世界最高のソータ高飛び選手と認められていた。彼は IC4A 主催のソータ高飛び競技で1926年に優勝し、 AAU 主催の大会では1927年に優勝している。1928年には IC4A、NCWA の大会で勝利を収め、AAU の大会では1位体となっていた。アムステルダムオリンピックの総高跳び決勝は7月29日に行われ、予選を通過した18人の選手が出場した。この試合は5時間にわたって激闘が続き、 キングはただ一人1メートル94センチをクリアして金メダルを獲得した。キングは大学卒業後に医学の道に進み、後に有名な3回となった。この大会の総高飛び予選には35人が出場し、1メートル83センチメートルをクリアした選手が決勝への出場資格を得た。日本からは木村和夫と小田幹夫の二人が決勝に進出して、 木村は6位、小田は7位体の結果を残している。アスレチックスアットザ1928アムステルダム、サマーゲームズ、メンズハイジャンプ、ありがとうございます。